はい、これから整体師の金子寿司です。本日もあなたが早く妊娠できるようにアドバイスをしていきたいと思っております。今日のテーマはなかなか妊娠しない、もしかしてテンテンテン、このテンテンテンに当てはまるのは何だと思いますか？何だろう、なかなか妊娠しない、ママの体はすごいいい状態です、もういつでも妊娠できる状態になっている、しかし妊娠しないということはですね、これが考えられます。男性不妊ですね。これ今割合がいくつだか分かりますか？女性男性の不妊の比率何対何だか分かりますか？なんだろう、これ今の日本では1対1なんですよ。半分半分なので、ママの体だけ良くしたとしても男性型旦那さんの方が体が悪かったらですね、妊娠しづらいんですよ。そのためにはまあ男性女性、女性は卵子の質を高めます、で男性は精子の質を高めて元気な精子を作ります。で今ちょうど妊娠したいなっていう男性っていうのはちょうど中間色です。だいたい年代的に中間色、上にも上司がいるし下にも部下がいるし、ちょうど真ん中に挟まれてしまいます。そうすると何が起こるかといったら、ストレスが半端ないんですよ。ストレス、女性の方もストレスが大きな問題なんですけども、男性の精子っていうのもストレスにすごい影響を受けます。ストレスがかかることによって精子がもう元気なくなっちゃいます。精子の数も減ってしまいますし、運動率もすごい減ってしまいます。でストレスが溜まってしまうとどうするか分かりますか？男性の方っていうのはストレスが溜まるとどういうふうにしてストレスを解消するでしょうか？そうなんですよ、タバコ、酒、あとは食事を食べる、主なことがストレス解消法としてタバコ、お酒、食事かなと思います。私のこの当院に来てる旦那さんに話を聞くとこうです。ここが精子を もっともっと弱くしてしまうんですね。タバコ、お酒、食事っていうのが精子の力をもっともっと弱くしてしまいます。もともとストレスかかってる状態で精子が弱い、それに負けないようにタバコ、酒、ある食事を取ることによって、まあ、いろいろ変えられることによって精子の力がもっともっと下がるので格段と下がってしまいます。これで卵子の質が高まったとしても精子がこんな弱かったら妊娠しづらいんですよ。なんでこれも改善していき、まずはストレスに負けない体を作っていきます。これがすごい大事、女性男性ともストレスっていうのはすごい影響しますので、ここに負けない体を作っていきます。そのためにはまずこれを改善しなきゃいけないですね。でこれなんでこれ影響するかっていうのは今度お伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、今日のまたおさらいをしますね。なかなか妊娠しない、もしかしてこう女性の体が良くなったとしても、あれ妊娠しないってことはもしかしたら男性不妊の影響かもしれません。で今日本というのは女性男性の不妊の数っていうのが割合っていうのが1対1なんですよ。1対1で男性っていうのはこの妊娠、この妊娠子供を欲しいって思うところがちょうどね中間色の年代なんです。上司もいて部下もいて、そうすることによって挟まれます。そうするとストレスがマックスなんですよ。でストレスがマックスなんで、こうどう解消するかといったらタバコ、お酒、食事で解消していきます。もうストレスの状態で精子の力が弱まっているのに、タバコ、お酒や食事によってもっともっと精子の力が弱くなってしまいますので、改善してストレスも負けない体を作っていきます。これも次回以降お伝えしていきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。今すぐにちょっとこれを意識するだけで変わりますよ。意識するだけで、あ、ストレスかかってるんだっていうのを認めてください。そうすることによってどう変えていこうかっていうのがなりますので、今のまま行ってしまいますとストレスに負けたままになってしまいます。それではなくてストレスを認めてストレスに勝つ
ていうのを今度は取り入れていただきたいかなと思いますので、ぜひ次の動画もご覧ください。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。毎日あっと驚く豆知識を配信中、チャンネル登録よろしくお願いします。